皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。2004年に発売したゲームボーイアドバンスのクレヨンしんちゃん横スクロールアクションゲーム。開発はインテクリエイツ、発売はバンプレスト。当時セルガアニメーションをドットでレベル高く再現したのが一品であるゲームで、ゲーム性も映画原作ゲームとしてはかなり良い方だ。クレヨンしんちゃん劇場版の内容に基づいてそれぞれのステージをクリアしていき、ゲームオリジナルストーリーを解決していく方法で、発売当時まで出てきた11期までの劇場版の ストーリー。近所に新しくオープンしたテーマパーク、春日部シネマランド。話の種にと家族揃って、シネマランドへ遊びに行くことにした野原一家。シネマランドに到着した野原一家は、コンパニオンに勧められるまま、シネマランド最大のアトラクション、バーチャルシネママシン、で、遊ぶことに。このアトラクションでは、選んだ映画の世界を冒険することができる。早速アトラクションを試してみると、そこはアトラクションが開始された時、シネマランド内で巨大な陰謀の扉が開けた。しかし、野原一家は知る由もなかった。ヘルパー。家族がシネマランドを体験するというストーリー上、ヘルパーは野原一家だけ出てくる。ステージ上のゴールドカードを取得する際のスキル一つが解禁され、スキルに必要なコストが違う。コストはステージ上の好きなことを食べると回復する。映画のストーリー上、家族が不在な状況では顔のアイコン、この頭を下げたままの色合いがれている野原博士、新型のみ、好きなもの、ビール、コレクション、クレヨンしんちゃんシネマランドカチッカチッ大騒動、NDS ベースの情報、200種類のカードを集めることができる、コレクションとミゲーム内で出てきた映画のイラストをそのまま写したものなので、集めるの、価値もなく、集めなければなら得点もない、安さモードと難易度モードから出るカードが異なりますので、2つのモードをマップ隅々台見つけるならない。これに加えて199番と200番のカードは隠された要素であり、特定の方法でのみ得ることができので、これを知らずに全てのコレクションを集めよう近づい時間を無駄になる。いろいろ不親切なゲーム、コレクションナンバー199入手方法。乗り物の選択画面で、アミーゴ、ブリブリ王国、ハンダランド、焼肉ロット、嵐ジャングル、暗黒魔王、シネマランド受付。順番にカーソルを置くと、上画面にブリブリモン登場し、シネマランド受付で入手可能。コレクションナンバー、200入手方法。乗り物選択画面で、3分対策戦、ふつふつと温泉、伝説の戦い、大人帝国、黒くちばし魔王、夕日の双葉バンボムで、ハイグレード魔王、シネマランド受付。順番にカーソルを置くと、上画面にブリブリモン登場し、シネマランド受付で入手可能。コレクション、コレクションは全てのセーブファイルに共通的に適用される。全てのカードを集めるために簡単モードと難易度モードを行ったり来たりしている途中に誤ってセーブファイルを上書きしてしまう。安いから特に注意すること、歯集めないことをおすすめする。
ステージを繰り返してプレイにする唯一の要素であるが、あまりにも隅々格差を探すの時間もかかり、ストレスだけ溜まるミニゲーム。シネマランド受付で楽しむことができるミニゲームです。ミニゲームとみほとんど本編に収録されたゲームを映したことに過ぎないの固有の要素はない。このうちコーディネーターはクジラはずと呼ばれるゲームがあるが、ダックビルが着ている服を私の勝手と着色することができる。作品を完成した後に結果のための光の評価がなされて、私は描いた作品がタイトル画面に展示される。描画前にサンプルの枠組みを提供してくれる隠し要素を利用して2つのサンプルを得ることができる後続作。のこう任天堂 DS 版でクレヨンしんちゃんシネマランドカチッカチッ大騒動でリメイクなって出てくる巨大な嵐を呼ぶ錦の勇士まで追加して発売することになる。こちらは韓国でハングルレテイされた韓国語版の参加声優はバクヨンナム、オセホン、ガンフイソン、イソンジュ、キム、ウンア、ムンナムスク、バクソンテ、イホさん、チェジフン、ムンスンカン、そしてクレヨンしんちゃんの映画を扱ったゲームは後で 3DS にリリースされたクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶカスカベ映画スターズというゲームに新しい。ゲーマーの意見、ビサの意見。人気アニメクレヨンしんちゃんを題材にした横スクロール型アクションゲーム。今まで劇場公開された映画11作品と今年公開の最新作の世界を舞台にしんちゃんが暴れ回ります。父ちゃん、母ちゃん、ひまわり、シロが登場して助けてくれるファミリーアクションシステムや、手に入れたコスチュームにより様々なアクションが可能になるコスプレアクションシステムも搭載。映画に出てきた懐かしいキャラクターたちも登場するかも。トランクス、意見。本作は第11作目、嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードまでを総集編のような構成でゲーム化したものです。ミニゲームを含めると12作目の雰囲気も含まれますが、懐かしい仲間、懐かしい敵が登場しますので、クレシンスキにはたまりません。またところどころに散らばったカードを集めるとアルバムのように映画の1シーンを静止画で楽しめますので、コンプリートしようと夢中になります。独立したストーリーは、ほぼないに等しく、難易度も低めですので気軽にプレイできます。クレシンをあまり知らない方には、向いていないのかもしれませんが、個人的には発売日当日から今日に至っても楽しめる作品です。カスタマー、意見。アクションです。クレヨンしんちゃんの劇場アニメをモチーフにしたステージとシナリオが楽しめます。というか、過去11作品もあったんですね。しんちゃん映画何気に人気ですね。あるいは、息が長いというか特色としては、コスプレ、ファミリー、があります。
ブリ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 ブ
ブリ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 。
Yeah!
ブリブリWhee-hoo!
ブリブリー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 ブリブリWe'll be right back.